JB-JQ5 高田健太&キム・サンギュン主演ドラマ、裸足のディーバ、デジタル版を公開、計12部作写真イコール SBSJ。EJ95 のキム・サンギュンと高田健太が初主演を務めて話題になった、裸足のディーバのデジタル版が公開される。SBS モバイディックは5日の午後6時30分、ミニ恋愛シリーズドラマ、裸足のディーバのデジタル版第1話と第2話を同時に公開すると伝えた。裸足のディーバはモバイディックのドラマチャンネルであるスプディオ、オルカを通じて毎週水曜日と金曜日の午後6時30分に公開される予定だ。裸足のディーバはミュージシャンを夢見る20歳の男と録音室を離れることができない120歳の女の幽霊が偶然に同居することになることから繰り広げられる爽快な青春ロマンスドラマだ。裸足のディーバデジタル版は計12部作でデジタルドラマとし、では珍しく 4K で提供されて特別な映像美を感じることができる。また舞は主演俳優たちのスペシャルコメンタリーを盛り込むだけではなく、テレビ版や POOQ 版とは完全に違うオリジナルエンディング、そしてジュンギヨン、ヨンジの2人の主人公それぞれの目線で完全に再編集したスペシャル映像も公開する予定だ。裸足のディーバが公開されるスプディオオルカチャンネルは、SBS モバイディックが新たにオープンするドラマブランドだ。オルカはシャチを意味し、シャチのように素早くトレンドを探索し、スマートな制作を通じてキラーコンテンツを作り出すという意思を盛り込んでいる。裸足のディーバを皮切りに、農夫士官学校、お酒春季、突然現れた看護師、別れの品格、などもビッグが準備しているプレミアムドラマたちが、スプディオオルカチャンネルを通じて公開される予定だ。裸足のディーバデジタル版の予告編がすでに公開された中、スプディオオルカチャンネルを通じて登録者のために多様なイベントも毎週行う。いいね、登録、アラーム設定をした視聴者たちの中から抽選で主演俳優キム・サンギュン、コウ・デン・ケンタのサインポスター、サインポラロイド、サイン CD などをプレゼントする予定だ。毎週水曜日と金曜日の午後6時30分に公開される、裸足のディーバデジタル版は YouTube、FA、セボック、ネイバーテレビ、スプディオオルカチャンネルを通じて確認することができる。